はい、シローです。今回はですね再生可能エネルギーの発電コストが下がり買い取り制度から自家消費へというニュースですねまあもともとですね、えー、再生可能エネルギーというのは、まあ、発電コストが結構高いっていうところもあるし、まあ、設備を導入するというのはですねものすごくやっぱり大変な事業なのですよねですから、まあ、政府が買い取って、まあ、正確には電気会社 じゃないですね、電力会社ですね、そこが買い取ってるという形なんですけども、まあ、なるべくなら自家消費に持っていきましょうよという流れに、まあ、政府は持っていきたいということなんですよね。本部読んでおきますね。2017年に再生可能エネルギーは大きな節目を迎える。固定価格買い取り制度の改正によって価格の引き下げと発電コストの低下が進む。電気料金の水準よりも低く抑えて自家消費を促し、 買取制度に依存しない導入環境を確立すると営農型の太陽光発電など地域の産業と連携する試みも広がっていくということなんですよね固定価格買取制度が始まって4年が経過する間に再生可能エネルギーの導入量は順調に伸びてきたこの間に運転を開始した発電設備の規模は3000万 kW すごいですねを超えた大型原子力発電所30基分を上回り 国内の電力源として大きな役割を担い始めているとまあようやくそこまで来ているというところですよねうんまあ太陽光とかに関してはですね、まあ、住宅用で結構昔からありましたけれども、まあ、やっぱりその固定価格買取制度、まあ、電力をね作れば電力会社が買ってくれるっていう制度を作ることによって事業用でも伸びてきたという経緯がありますよねで再生可能エネルギーによる電力の供給量は増え続けて 2015年度には国全体の4.7%まで拡大したということで、まだこんぐらいなんですよね。新エネルギー、ここがです。まあ、ほとんどがね、やっぱ LNG と石油という形になってます。石炭も結構多いですね。水力がね、少しずつ頑張ってきてますけど、まあ、やっぱり小水力なので、ん、中小水力っていうのがやっぱ多いですからね、ダムをいきなり作ってっていうのはまだまだ、まあ、多くはないと思いますけどね、これからは。で、従来の水力発電。 とえー、合わせると14.3%になり、2020年度には20%を超える勢いだと。今後も原子力を上回る規模の電力を供給していくと。供給していくっていうふうに書いてますけどね、まあ、新電力さんが努力してるってところですよね。で、政府が2030年度の目標に掲げるエネルギーミックスでは、CO2 を排出しない再生可能エネルギーと原子力と書かれてるんですよ。 で、44%まで高める計画だということなんですよね。なんでまたね、原子力を出していくのかなって思っちゃうんですけどね。今や再生可能エネルギーだけで30%以上を供給できる状況が見えてきた。原子力の再稼働が目標通りに進まなくても、電力の供給量と CO2 の削減量に支障は生じないと。再稼働が目標通り進まなくてもってことでは、これは再稼働させる目標があるというふうに、裏で見えますよね。 そうですよね。これまで再生可能エネルギーの問題点に挙げられてきた2つの課題がある。1つは天候によって発電量が変動すること。もう1つは発電コストが高いことだと。発電量の変動を解決する手段はいろいろある。地域間で需要と供給を調整するほかに企業や家庭で自家消費を増やしていくと。うーん、まあそれもあるんでしょうけどね。やっぱり私は水素だと思いますよ。ポイントはね。食べることができるっていうことですから。 で以前のニュースにもちょっとお話ししましたけれども、九州ではですね、まああの、接続を拒否したというニュースが出てたんですよね。いわゆる再生可能エネルギーによる電力量がかなり増えてしまいましたので、あの要するに送電、電力会社にね、まあ、固定価格買取制度によって電力を買ってもらうはずなんだけれども、 まあその電力を買おうとすると、ですね、電力会社でまあクラッシュが起きるということで、もうこれ以上買えませんという制度を、ね、作って、接続拒否をしたということなんですよね。まあ、意味ないじゃないですか、せっかく作ってるのに、電力というのがです、ね、その場で消費しないとすぐ消えちゃうものなんですよね。だから別の形で保存をするということで、私は水素をすごく。 あのやった方がいいんじゃないかっていうところでやってるんですけどそこについてねあんまり触れるところがすごい少ないんですよね水素にして保存しておけばずっと置いておくことができるわけですよねで必要に応じて、まあ、作ればあの使えばいいし使えなかったとしても水素ガスとして使うってこともできますからかなりいいんじゃないかなと思うんですよねだからそっちの方にどんどんシフトして力を入れていければいいのにまだまだやらないというところが ちょっとよくわからないんですよね。で、フィットの買い取り価格が電気料金を下回る水準になると、来年よりも自家消費のメリットの方が高くなる。再生可能エネルギーで作った電力を自家消費して、電気料金を安く済ませるようになる日は遠くない。国全体で買い取り費用の拡大を防ぎ、電気料金に上乗せする付加金の上昇を抑える必要があると。まあ、賦金を抑えてですね、自家,費自家消費ですね。 すみませんあの、どんどん増やした方がいいよっていうことですけどね。まあ、これは企業努力っていうこともあるんですけど、もうすでにですね、こういう制度が導入する前に、かなり裏でですね、まあ、癒着が出てきてるから高いんだよということですよね。要するに、まあ、見えないところでですね、えー、こういった制度を出していくから、太陽光発電っていうのを、あなたの会社でどん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 やってってよと。 その代わりね、私たちもちょっと一枚か,んかましてくれというふうにやってるとしか思えないんですよね。まあもちろん企業の努力が進んでるっていうのもあると思いますよ。うん。でもそういう情報っていうのはですね、早々とですね、企業さんとかそういう新電力を作るっていうこと、まあ、新電力ってもですね、ガス会社が多かったりとかね、既存の。あるいは東電なんかが名前を変えてですね、子会社を作ってたりとかするんですよ。だから、 ななかなかですね、そういう大きな会社っていうのがまた別の稼ぎ口を作ってというふうになってるだけなんですよね。うん、よく調べてみるとすぐ分かりますよ。まあね、そんなことは、まあ、なかなか日本の構造上のものなんで打破していくのは難しいんですけどもね。政府は再生可能エネルギーの拡大策を2017年度に大きく転換すると。これまで買い取り制度に依存して導入量を伸ばしてきた状態から、自家消費や地産地消による 自立できる再生可能エネルギーを目指す。そこで最も重要な対策が発電コストの低減だということですね。まあ、長期的に、ね、発電し、自立化できる再生可能エネルギーの創出度。太陽光、風力、バイオマス、中小水力、地熱、次世代技術。うん、まあこれは水素も入るのかな日本では再生可能エネルギーの発電コストが海外と比べて2倍近い水準にある。まあこれはね、さっき言ったちょろっと言いましたけどね、そういった背景に。 いろいろ癒着の構造があるからということですよね。多分それしかないと思うんですよね。2倍ですよ。2倍ってちょっとおかしいですよね。ココダが、ね、狭くて土地代が高い問題はあるものの、未だ市場が未成熟で競争が少なく、その一方で流通経路が複雑な構造になっていて、コストの増加を招いている。まあそれだけじゃないと思うんですけどね。欠けないんでしょうね。こうした問題を解決していけば、 発電コストを大幅に下げることは十分に可能だということですね。太陽光発電と風力発電のコストに対して政府の目標値がある。あね、これ政府が目標値を出すってのもちょっとおかしいんですよね。噛んでるってことですもん、これね。目標してるってことは。事業用、非住宅用の太陽光発電コストを2020年に14円キロワット,キロワット時へ さらに2030年に半分まで持っていくということですけどもね。10円は企業向けの電気料金の単価と同じ水準になり、7になると原子力や石炭火力の発電コストよりも安くなると。このね、原子力の発電コストってこんなに安くないですよ、本当は。あの、処理の費用なんかやれたらもっと絶対上がるはずですからね。うん、しかもですよ。 あの福島の原発の処理費用をう上乗せすればいいんですよ、こういうのにね。だって原子力が作ってるものですから。本来はですよ、そうだと思うんですよね。いや、別口でやれよっていうふうに考えちゃうかもしれないですけど、だから原子力っていうのは矛盾が生じてるわけですよ、いろんな意味でね。まあ、同様に住宅用の発電コスト、太陽光発電コストも低下させて、2019年には売電価格を家庭向け電気料金の単価と同程度の24円。 さらに20 2020年代に早期,の早期に売電価格を11円キロワットまで下げることで卸電力市場で取引する電力の単価と同等にすると。すに海外では太陽光発電による電力の取引価格は6円起きるケースも出始めている。太陽光をはじめ再生可能エネルギーの電力はバイオマスを除けば燃料費がかからないからだ。そうなんですよね。 発電設備を長期に運転すれば安い単価で電力を供給しても採算が取れると。日本でも2017年度に改正する FIT の新制度を通じて発電コストの低減に弾みがつくと。うーん、ということですけどね、まあ、コストをね、政府が設定したりとか目標値を出すっていうのは、一、まあ、つの方法ではありますけども、本来企業努力によってね、行われるのが。 まあ当たり前じゃないかなと私は思うんですけどもそこにこう切り込んでいけないこの記事の弱さっていうところもちょっと私は感じますねまあでもそういう方向に行くのは海外見てても当たり前になってきますしそもそもですね海外の国なんかでは国を信用してない国民の人たちが結構いたりするんですよねだってねえいきなり汚職がもう蔓延してたりですとか まあ日本もそうなんですよね、実はね、結構あるんですけども、あのー、その政府の力自体っていうのはね、そんなに強くないっていうところもいっぱいあるんですよ。うん、だから軍にね、占領されちゃったりとか、いろいろ問題が起きたりするんですけども、まあ、小さい国なんか特にそうですけどもね、アテント情なんかも、まあ、それはしょうがないっていうところもあるんですが、まあ、日本の場合はですね、ちょっと複雑な構造になりすぎてて、こういうところの目標値とか、 そういうものを政府が出していくっていうところがですね、実は裏にいろんなものがうごめいてるっていうのを少しでもですねあの、皆さんなりにでもいいと思います。私の解釈はそういう解釈なんですけどもあの、どん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 ですね、やっぱり自分なりに勉強して見ていくということがすごく大事だと思います。そうすることによってですね、ニュースの裏のところまである程度ですよ、あの正しくないか正しいかっていうのは、 あとなってわかるかもしれませんけれども、やっぱりそういうところをですね、いろいろ見ていく、考えていくってことがすごく大事かなと思います。はい。えー、今回もね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、えー、と、まあ、再生可能エネルギーですね、の発電コストを下げるっていうことは、やっぱりすごく必要なことですよっていうことですね。はい。じゃ最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。